この動画は1ヶ月分のショート動画まとめです。ラ・ヨダソン、スティアーナ。お会計1892円になります。ペイペイで、あれスマホ固まってる、アタフタ。ふーん。現金で。え？スマートでかっけー。これが現実。上司書類にパンチで穴開けといて。俺こういわら。殴られた。予約してたホテル楽しみだなー。すいません、予約してた僕ですが、チェックメイトお願いします。恥ずかしくて朝食バイキング行けなかったわ。画像ボーナスしていったー、わら。クリスマス合流できるね。お前ら甘くないでかいヨーグルトってどうやって食べてる？俺はスプーンですくって口で食べてる。口で食うのは当たり前だろ。私は鼻から。砂糖と塩は原料同じで工場の工程で砂糖味と塩味の味をつけてるだけなのよ。黒砂糖はそれに色をつけたもの。黒だったのか、知らなかった。俺知らない人いたんだ。常識だろ。仕上げつけたら味の素な。砂糖味、塩味の素になってる物質は何なんだよ。砂糖と塩に決まってるだろ。定時カミソリってどのぐらいの頻度で交換する？ちゃんと研げば何年でも使えるぞ。あんなん研げんのかよって調べたら定時カミソリ用の砥石あるのか。ケチくさすぎて笑えるな。マジかよ、適当に書いただけだったのに。昔のキッズはキリトさんに憧れて恩義でキリトの名前つけまくってたが、今何のキャラの名前付けてんの？スルジロウ？五条悟る。キルイキ。リムルテンペスト。入塾リッパーで一番の天才決めようぜ。まずエントリー代わりに意気込みをレスしてください。意気込み？わろた。もうこいつでよくね。やはり天才か。肉厚プリップリのエビをカラッとサクサクに揚げて海に返す。もう捕まるんじゃないぞ。振り向きもせず海の中へ消えてゆくエビに私は静かにつぶやいた。うまい。リコ、いやー、これ本当はそんなこと思ってないらしいな。マジかよ。嘘つけ。猫に聞いたのかよ。推測でもないなよ。驚きの事実、京都府と三重県は隣接している。知らんからさ。奈良は C ね。ふざけんなよ。言ってなおてん。おく、むしょ、むしょ、カチカチ。変身用封筒の雪を恩中に書き換え作業中。ふう、やりがいのある仕事だ。ハンコよりも先になくしてほしい文化。ハンコ使えよ。力士が暴走しています。進行方向には作業員5人がいます。あなたはポイントを切り替えることができますが、もう一つの進行方向にも1人います。でもポイントを切り替えても力士は関係ありません。暑いので水の中に移住した結果、快適すぎる。その証言も垂れ流し放題で楽ちん。陸上クリア一致してる？お前らも早くこっちに来いよ。あんた規制は？今年はやめとく。そう。何か玄関の方落としない？見てみ。何も音なんてしないよ。いいから見てみて。鹿島サイド。何もないよ、うるさいな。よ、ただいま。あ、あんた。マチカンティーさせんけ。なんてね、嘘だよ。玄関何もいなかったでしょ。じゃあ今年は俺こっちでゆっくりしてるからね。え、じゃあこの人誰なの？ずんだもんって妊娠するのかな？社長してるか？そういうことはまだ早いのだ。目に落とし玉として金玉渡すつもりなんやが、さすがに1個はやばいかな。3個は必要やろ。倍にもよこせ。ええー、でにっこり。親戚の女の子、Wi-Fi 借りるね。やべっ、JK 絶対ハラマでハウス2023にしたままだった。JK 絶対ハラマセハウス2024。あばちゃん、具合大丈夫？心配してあげてるのに。画像、何をやっても叩かれる人、一番かわいそう。作業着じゃなくてスーツかよ。まったった面ごと。怖
こいつ被災地も行かないのになんでこの服着てんだ。この緊急事態にメガネかけてるとかふざけてるんか。もう裸になるしかねえなわら。美容室でかゆいところないですかって聞かれて、金玉って答えたら実際どうなるの？ついてないっしょって言われる。石川県のコンビニの水の値段。これファミマのコンビニ通報しろよ。売価130円くらいだぞこれ。店舗ごとで価格決めていいんじゃないっけ。下げるのは OK だけど上げるのはダメ。ファミリーマート金沢店。このコンビニのトイレにうんこしてトイレットペーパー一杯使って詰まらせて帰りたい。はい、ソース&天末。撤収して定価に戻した模様。アーメンの本場の発音アロサ。エーメン。すれたいだけでお前らを大爆笑させるのが趣味です。なんくるなイサーの対義語って何？あー、部屋ぬるくない？少しクスッとしちまったって。麺の硬さはどうしましょう？普通で。おで、針金で。何それつふん、大将、ラーメン粉落としで。は、はいよ、粉一丁。なんそれ。大将、替え玉湯気通し。ざわざわ。ラーメン屋はお上品なレストランじゃねえんだ。ぼやぼやしてるとやけどするぞ。子みたいな後頭部かいた。これ。滝沢秀明、炊き出しをしにのとえ。ハッキー軍団の炊き出しに涙。温かい食べ物を食べたかったから口に入れた瞬間は本当に涙が出ました。ハッキー出しってか。そんなに興奮しないでください。松本、松本、動きます。こ、あん、あん。とうとう出たね、肉。花火やろうぜ。ダイナマイト持って誘われたら俺だって騒ぐわ。オリハルコンを加工できる鍛冶屋がなぜか序盤はお店休んでる理由って何？歯が折れてたんだろ、オリハルコン。チャンネル登録高評価してくれたら嬉しいな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 。